全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。日本は法治国家です。当然身の回りのさまざまなことに法律が関わっているのですが、それを知っている人は多くはありません。私たちにとって嫌な法律もたくさんありますが、良い法律もたくさんあります。例えば生活保護、老齢年金、遺族年金、傷病手当金、子ども手当、自立支援、失業手当、高額療養費、育児休業給付、労災給付などなど、私たちは法律によってさまざまなメリットや給付金を受けることができます。これら給付金やメリットが受けられる法律は弱者保護が目的となっているものが多いです。生きていれば困ったことの一つや二つは起こるものです。そんな時に法律に基づいて助けを得られるのはありがたいことですよね。そういう意味では弱者のために法律はある、あるいは弱者のための法律があると言ってもいいかもしれません。しかし現実はそれほど弱者に優しくはありません。なぜならどんな弱者のための法律でもそれを知らなければ何の助けも得られないからです。障害年金なんてその最たるものですよ。うつ病であっても一定の要件を満たせば障害年金を受け取れるっていうことを知らない人はまだまだたくさんいます。国は財政が厳しいからか障害年金を積極的に広報しませんし、病院は病気を治療するところですので、わざわざ障害年金のことを教えてくれないところがほとんどです。その結果障害年金を知らずに長い時間が経過し、時効によって受けられるはずの年金が受けられないという人もいるのです。実際うつ病での障害年金は初診日から1年6ヶ月経過したら手続きできるのですが、私たち全国障害年金パートナーズに障害年金の依頼をする人の多くは障害年金の権利を得て何年も経っているという人がほとんどです。弱者を守るための法律もただ存在するだけでは意味がありません。その法律を知って初めて意味があるのです。そういう意味では法律は弱者の味方ではなく知っている者の味方なんだと強く感じます。もしあなたがうつ病で働くこともできず病院に通い出してから1年6ヶ月以上経過しているのなら、障害年金を受けられる可能性があります。障害年金は少ない人でも年間で約58万円、多い人だと200万円を超えます。うつ病で苦しんでいる人のほとんどが経済的な不安や恐怖を抱えています。このまま働くことができず貯金が底をついたら家族はどうやって生活していけばいいのか、子供の行きたい大学にも通わせてやれないのではないか、家族に面倒ばかりかけていて申し訳ない、そんな不安を障害年金という経済的支援が和らげてくれます。とはいえうつ病で集中力や理解力、行動力が落ちている状態では障害年金の手続きを適切に行うことは難しいでしょう。年金の専門家である社会保険労務士であっても障害年金の実務を経験している人はごくわずかしかいないのです。失敗すれば何も手に入りません。そんな恐怖と戦いながら障害年金の手続きを進めるのは精神的にも辛いはずです。お金はかかってしまいますが、少しでも安心を得たいのであれば障害年金を専門にしている社会保険労務士に相談してください。私たち全国障害年金パートナーズは日本で唯一のうつ病による障害年金専門の社労士事務所です。まずは私たちのホームページから障害年金の無料判定を受けてみてください。いくつかの質問に答え、ボタンを押すだけで
あなたが障害年金を受け取れるかを私が判定します。無料であなたが障害年金を受けられるか判定しますので、ぜひやってみてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。